どうもこのまるですきーたですじゃ今日はビーファーストがサマソニック2024に出演したのでそちらの視聴していきます我々も行ってきましたサマソニ東京もうめっちゃ最高だったね最高すぎだったで。ねえもういろいろあったねいろいろあったってかさこ今一日経ってるじゃん終わって、うん、寝て起きて、うん、夜ですね 昨日だったらもうさすごいしか言えんかったよねあやばかった <laughs> やばかった、うん、みたいな終わり <laughs> ね確かにやばいすごい神みたいな <laughs> <laughs> いやーやっぱビーファーストすごかったねもう超楽しかった本当にいやめっちゃ楽しかったねえてかほんと楽しかったいやそうえてかビーファーストが一番このフェスのさ醍醐味みたいなの味わった パーちゃんうちらはうんそうだねその前後っていうかその待機の時も含めてねなんかねそうもう「もみくちゃ」みたいな感じで前の方に行ってそ、まあ、っかほんとそんなん、うん、最善とかではもちろんないんだけど、うん、なんかちょっとまあうちら的に結構前の方だったじゃんいやそうえ結構前だってよなんかその俺結構背伸びして数えたんだ、ね、よ前から <laughs> バレるバレる、うん、あ<ー>うんバレるけどだいたい10月目みたいな10月目みたいな感じだった <laughs> で,でもバレる問題で言ったらもうちょっとバレ始めとるんでうちらでい <laughs> よいよやばくない <laughs> やってんかこのバレがポストしとったもんだって <laughs> でも、もうもはや、キータラさんから、あれはネタ作りに行っとったと思うよ、もはや。<laughs> <う>ああ。いや、でも確かになんか、でもなんか思い溢れたんもあって、なんかその、もうやっぱね、あれ、直前だったじゃん、開演の。うんうん。うん。っていうのもあって、やっぱ高ぶっちゃったよ。<laughs> ねポスト見てない人に何のことか分からないの、これ。ああ、そうかそうか。<laughs> なんか自分から言うと恥ずかしいからさ、ちょっと。 <laughs> ちょっと言ってみて何 <laughs> 言うけど。じゃあ、<laughs> 言わせていただくと、なんか大体開演5分ぐらいだっけななんかさ、サウンドチェックとしてさ、b f ーズ始まったねか。バンドの方が弾き始めてさ。うんうん、ファーストも裏で歌い始めて。で、もうめっちゃテンション上がったじゃん。これだーみたいなさ、あの噂のやつこれやーみたいになったねか。ねえ。めっちゃ感動したよな、あれね。そう。で、もうやっといよいよメンバー来るみたいな。 で、サウンドチェック終わって、やっぱ、ちょっと待つじゃんね。少し。何分か。うん、そこでさ、なんか、みんな、うーん、そうなーとかさ、順応ーみたいな、こう、ちょっと聞こえてき始めて、そしたらなんか、急に横で、りゅーちゃーんみたいな声を始めて。うん、<laughs> びっくりした。りゅーちゃんって言ったみたいな。しかも結構でかい声で、うん!ー」とか言って、りゅーちゃーんとか言って、ちょっとなんか、そう。でかめで。<laughs> そう。 しかもちょっとでかめでしかもちょっとつっかえたんで「ちゃ <laughs> みたいな,なんかちょっと突っかえた「めい <laughs> ちゃん」何「めいちゃん」の間違い「めいちゃん」みたいなそう <laughs> ちょっと上に向けて言ったよねちゃんとその前の人のあれあれだから、うん、もう、ね、ちょっと頭上に向けて言った感じだったんだけど、うん、いやなんかもう、うん <laughs> 確かに竜兵じゃゃなない、ね、竜ちゃんなんち、ね、そう <laughs> 思い溢れてもう竜ちゃん見れる見れる竜ちゃんみたいなやつで,で結構急に来たんで、ね、<う>なんかだから、はい、その音量もでかいし急に来た感じだったから本当私の前の方がピクってなってて「<laughs> 申し訳ない」って思ったよねそこはマジでそれは申し訳ないごめんなさい て <laughs> か、てかその私はたまたま見えたのが前の方だったけど、なんとなく印象としては全体的にビクッとしちゃったよ。<laughs> 確かに。ちょっとなんかわからんけど、俺も興奮しちゃったけど、ちょっとなんかざわってなっとったよね。なんか。そう。ざわざわみたいなっとったね。<laughs> くすくすみたいな。なんかに言っちゃってっ。<laughs> すいません。くすみたいな。<laughs> あの人みたいな。<laughs> だからそのポストと「りゅうちゃん」って言った人で合わさったことによりあれが聞いたらさや」ってなっとる方おるね。<laughs> なるほど確かにまあそうだねちょっと前の方でなんかりゅうちゃんって言った男がいればみたいなねそう,そう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  <laughs> すいません ね自動的に私もバレるからやめてくれ <laughs> 私自分でポ発作したけど <laughs> そうだねいやそういやなんかもうそんななんかもう自分がどうとかもうじゃなくて本当にもうなんか興奮しちゃってほんともう開演3分前ぐらいっていうねあれねうん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 もうやばいだってもう BFA ズが本当もやばくてうんねえ、うん、よかったね本当にあそこからテンション上がったわう,うまいしねうんうまい しかも、なんかさ、やっぱサウンドチェックだから、歌いながら、マイクもうちょっと上とか、もうちょっと上げてとか、なんか言っとるんよなんかそれも興奮しちゃって。うん、レオ君やろ。そうそうそう。レオ君言っとったよね。マイクもうちょっと音量みたいな、なんかやっとって、<う>あ、そっか、サウンドチェックだもんな、みたいな。そう、わかる。あれよかったね、なんかね。よかった。<ー>うん。 サウンドチェックもセトリの一つみたいな感じだもんねあれもはやうんいやそうてかむしろ超レアななんて言うんだろうやっぱフェスの醍醐味なんかなそう、うん、それをなんか生で体験できたからもうあれも一曲としてカウントだよねもうよかったじゃんてかさやっぱそのサウンドチェックで本当周りでベスややっったたたんやみたいなな気持ちになったよね <laughs> みんな急にすごい元気になったから <laughs> みんな <laughs> 確かにそうだねもうさ ぎゅうぎゅうでさ、もう酸素薄くて熱くて、立ってるだけで汗。やばい。水分ももう少ない。どうしようみたいな中で、結構限界の中でみんな待ってたじゃん。正直。そう,そう,そう,そうね、やっぱその声かけ合ったりとかしてさ、ちょっとみんなでね、その、うん、なんていうんだろう。なんか、なんて勇気づけ合いながらっていうかさ、やっぱその周り仲間みたいな感覚だったから。うん やっぱその正直離脱されてく方も多かったじゃんその途中ねうん、うん、やっぱ呼んでもう抜けて戻るみたいな方とかもいたからもうなんかギリギリのところで立ってたもんねうんいや本当にそうだしそのギリギリの話っ言ったら本当さ街その平さん終わってからの40分ぐらいの街あれがほんとしんどくて、うん、<laughs> 本当に <laughs> マジでみたいな気持ちだったり、ね、が最初 <laughs> マジでこれみたいな。 マジでこのまま行くのみたいな。なんかその、気持ちもやっぱみんな行く、気持ちもみんな前へ前へだからさ、スペースもどんどん狭くなるわけよ。なんか、ね。ちょっと下がろうよってこのまま一緒にとったよね。ちょっと下がろうみたいな。ちょっと下がろうなとして。そう。たっとサマリウちゃんって時は私はちょっと下がろうしか言わなかったからね。みんなで下がろうとか言って。一人で下がろうって結構一体に声かけとったよね。 うるさくてごめんね本当に申し訳ない全全然全然 <laughs> いや大事大事パーソナルスペースってかやっぱ大事だからねそのスペース確保っていうかねうまあでもフェスは本当ははあ,あれが醍醐味だからうん、うん、あれぐらい普通っていう方もまあおるんやろうけどね,うん、うん、ねちょっと私は最初びっくりしちゃって言っちゃったつい <laughs> 申し訳ないいや、うん、そうだねそうだからあの40分が本当すごい長く感じてなんか粉丸にさすごい俺なんか時間を教えるばかりみたいになっとって。<laughs> 聞いてほしいまな分みたいな、そう何分みたいな、そのえあと30分みたいな。 <laughs> あと25分とか言って、その5分ぐらいしかね、進んでなくて、<う>絶望感じとったよねそ。そう。あと何分、別にさ、5分間隔のつもりで言ってないじゃん、私なんて別にもっと経っとると思って聞いとるんに、うん、まだ5分しか経ってなくて怒っとったわね。なんでやとか言って、そう <laughs> そう、怒っとるんもん。すごい怒られる時計教えたら、時間教えたら。<laughs> えー、待ってやとか言ってさ、わざわざさ、携帯さ、取り出す感じでわざわざ見とるんに、<う> <laughs> なんで今日とか言われるやろ。そう, <laughs> そうそう。しかも、しまいではどんどんその間隔短 な,くなってくんねもう待てんからその1分とかに言ってくるんだよこの人そのまだ1分しかたってないに言ってくるから「え待って」みたいなえ「まだ1分しかたってない」とか言って「<laughs> 無理」とか言ってさ最後の方と,とか <laughs> そうお願い早く時間たってみたいな <laughs> そうすごい感覚で言ってくるからマジびっくりしたわだからさこれさバレてバレて あのこあんなこと言っとったなって思い返されて、本当にあんな性格なんだって思われたんだろうなと思って。<laughs> もう,こう、今こう乗せとるから、別にさ、いいんだけど。まあ確かに。申し訳ないんで、ね、裏表にないということで、<laughs> よろしくお願いします。まあ確かに、まあうちら割とキャラそのままだもんね、別にね。なんか私の隣の方とか、すごい、すごいやっぱ、キータルさんがリュウちゃん出た時ときもすごい、<laughs> はあい言うんだみたいな顔されとってすごい面白かったよ。<laughs> なんかいい感じにあ。あ、こだまるの横の女性 そうそうそう,うんなんかうちらの感じちょっと笑われとった気がしたすごい良かったっああそういやわかるわかるなんかさふと割れふと我に帰る瞬間あってさその、ね、確かにその、うん、え周りベスティーさん多いなえそしたらもしかしたら視聴者さんいるかもみたいな,なんか確かに<う> <laughs> 遅かったんだけど気づいた時は <laughs> 気づいた時,は <laughs> 時すでに遅かったよね <laughs> そう遅かったけどまあいいやと思ってでも楽しかったからね<ー>、うん、楽しかった楽しかった でも、まあ、ちょっとお一人でちうちらの話ね。<laughs> 長くて申し訳ない。うん、いや、でも、本当とビーファースト出てきてからが、もう本当にこれを見るために待ってたんだっていう感動がすごかったよね。うん。そう、始まったらね、全くその疲れとか、なんかしんどさみたいなんて吹き飛ぶぐらいの、やっぱパワーだったから、ビー、うん、ファーストが、うん。うんうん ま、正直体悲鳴上げとったけど、なんかそれを忘れるって感じかな。わかる。うん、いや、本当そう。あの、終わった後の足こんな疲れとったんって驚きったらなかったよね。えみたいな。そのと。おじかだったよね、<う>マジで。生まれたての。<laughs> なんか、歩き方ちょっと変だったよね。<laughs> そう。いや、そうな。めっちゃ疲れたもん、本当に。あの、結構、ライブ結構好きだからいろいろ行くけど、うん、あの疲れがちょっとね、半端なかったわ。 ねえ。あれうん、<laughs> みんな、みんなすごいよね。あれ慣れてる人とかやばいよね。う,うん。うん、まあまあまあ置いといてもまた戻るけど、本当ビーファストマジで最高で、もう登場からもう神々しかったよね。もう <laughs> 舞い降りてきたさ、うん、神々みたいなさ、感じだったよ。うん。いや、そう。すごかった。しかも一曲目メインストリームだったけど、その、うん、ポンポンポンのさ、もう音からもうやばかってる興奮が。 ギャーみたいな。いや、もうギャーだし、私も本当にすっごい全力でギャーって言っとったもん。本当に。うん。お聞いたこも言っとったうん。いや、なんか、で、しかもさ、その、なんか始まりが、そうたの手のさ、ブルブルがすごくて。わかるわかるわかる、ね。んばって、こっからのさ、あの、あの始まりでもうみんなギャーだったよね。うん、<laughs> 本当に。やばかった。 そう。てか、ありがたいことに、ほんとそう。結構いい位置だったから、その肉眼で、なんか割と全部見えるみたいなとこだったじゃん。うん、その細かいところも含め。うん、そう。だからほんと一つ一つの動きがね。やばかったじゃん、本当に。やばかったねー。いや、そうなん。ちょっとね、過去一近かったよね、正直ね。多分。そうだね。ケリーも近かったけど、ケリーってその、フロートとかも近かったから、 すごい近かったけどアリーナの,あのメインステージとの距離って多分そうだよねだか,、うん、だからそうだから全部そう本当全部が見えるわけじゃないんだけどもちろんでフェイスだからやっぱ腕上げてたり、うん、みんなの身長もいろいろあるからそう、うん、でもやっぱそれでもその隙間から覗くあれはかなり近いなと思ってなんかすごかったね細部まで見えるやばさったらないっていうかいやそうだね確かにもう我々本当いっぱいいろんな映像とかさね コンテンツとか見て感想言ってきたのが目の前で繰り広げられてるみたいな。あそう本当そう本当そう。え、ね、なんか私さあのリュウちゃんの表情とかさこんなダンス中なんか怪しい表情してさ、うん、なんか例えば口角ちょっと片方上がってるとか、うん、なんかああいう表情で踊るんと思ってなんかその 妖艶な感じがやばくて、やばいって思っとったら、横でキータルさんが、りゅーちゃんみたいな声とかすごいくって。<laughs> てか、ポストでも言いましたけど、今真実話しますね。<laughs> あの、 <laughs> キ太郎さんすごいね結構もういろもちろん全メンバーにね感動しとったけどやっぱ、うん、9割リュウちゃんって言っとったよ <laughs> やっぱ <laughs> そうだよねそう全員もう全員のことにたぶんねそのわーって湧いたんだけど確かにその確かにりちゃん9割だったかもしれんそう <laughs> 言ったんはそう,そう <laughs> 名前めっちゃ発するみたいなほとんどリュウちゃん <laughs> 本当にそう リュウちゃんみたいなそ<う>んなゆうちゃんなったよねそのバリエーションそう「ゆう <laughs> ちゃん大きくなったね」みたいなやつとかあと「ゆうちゃん」みたいなこんな表情すんののゆうちゃんで最高の時のゆうちゃんみたいなやつとかいろいろあった確かに確かにそうだねいやわかるいやそうなんその表情そうこどもにも言ったけど表情っていうかそうそう踊り方とかも、うん、何て言うんだろう 上手い人ならではの、その、バキバキに、やる感じじゃない、うまさ。もちろんバキバキの時はバキバキなんだけど、ちょっとフリーなとこ、ちょっと自由なとことかの、りゅうちゃんなりのニュアンスで踊る感じとかがたまらなく好きで。わかるわかるそう。しかもさ、手足長いから、すごいかっこいいね。わかるわかるりゅうちゃん実物<う>めっちゃかっこいい。またもう知っるけど。<laughs> <う>すごいわかったって思った。 ね、しかも、ね、キャップだったからちょっとキャップだったから目,目元がさちょっとなんか見えるか見えないかみたいなその感じもなんかよくてわかるねえちゃんすごかったねわかる、うん、いやみんなすごかった今からみんなのこと言うけど龍ちゃんすごかったよう,うん龍ちゃんすごかったそうだからなんかそう改めて龍ちゃんへの思いがあふれちゃったっていうかね分かる桐沢さん完全に龍ちゃんチックンみたいな人 押しカメラね推しカメラみたいなちょっと比率多い,な多いんだろうなって思ったじゃん比, <laughs> 比率多めでお届けしましたお届けじゃないか <laughs> そう見てました <laughs> いやーすごかったねいやでもあとね皆さんちょっと薄々お気づきかもしれないけど、ま、これは全体感想なんでちょっとまた細かくは言うつもりですが <laughs> <laughs> 言うつもりですがちょっと後半 レオくんんがちょっと挨拶するじゃん MC みたいな3年前はスーパーソニックから始まってみたいな3年で満ン,ンステージのトリを務めるまでさせていただくことができましたみたいなさ、うん、でなんかそのちょっともうまた記憶さんがあれだけど肯定について話したじゃん皆さんの人生肯定しますみたいな、うん、そのすごいいいねお話ししてくれた後に「グレミス」「グレミスさ歌詞なんか表示足りたじゃんスクリーンに」 で、そう、歌詞見ながら曲聴いとったらマジ涙止まらなくて、なんかもう言いたすぎて。<laughs> わかるわかる。なんかあの、MC のあの言葉のね、うん、肯定しますっていう、その、うん、あなた一人一人に的なやつのね、そのみんなに、うんうん、そこにいる人たちに向けてのやつをこう宣言して、で、その宣言かのような、うんうん なんか、その,そ,<う>その宣言の言葉の光のような照明。何 <laughs> てうの、うん、明るく照らしますみたいな照明。うん、そう。<laughs> そうめっちゃあの時、あの曲すごい明るかったもんね、ステージね。そう。だからなんか、鮮明に光ってるような、なんかさ、今までと結構一気に明るさが変わって、なんか、本当に肯定するためのさ、なんかステージっていうかさ、 文字でも伝えるし歌でももちろん伝えるし照明でもそういうなんか皆さんのさ、うん、人生に光をさすようなさなんかそういう、うん、なんか演出に見えるっていうかこちらがね勝手にそう感じて、うん、めっちゃ良かったよね。めっっちゃかったそう 歌詞出す演出ってさあれだけだったじゃんその BE:FIRST さないじゃん他の曲で、うん、そうだから多分すごい多分伝えたいっていうのも伝わってきてで歌詞見たらその何千何億回間違ったとしたってあともう一回が消えるわけじゃないさとかなんかもうすごいよくてなんかもうド,かるド直球に来たんでマジでうんうんわかるわかるあ,<ー><う>あれしみたねあの,あのステージしみたね マジで染みて、からの倍ぐっぱいだったから、もうさらにもうやめてくれ、みたいな。うん、もうこれ以上やめて、みたいな、なんか、幸せなやつが来て。<laughs> 幸せなやつやったね。うん、最高やったね、あそこらへ、うん。うん。いや、でも最高のあれいや、全部最高なんだけど、なんかちょっと、あの、多幸感的なやつ、そう、幸せっていう感じのやつで言ったら、やっぱ最後の、ごめんでも最後のブリスフル、あれ <laughs>、あれもやばかったね。やばいやばいやばい。もうめっちゃやばい。 超良かったもんん本当になんか終わりっていう寂しさとあの曲のさ、うん、素晴らしさがマッチして、うん、なんかすごい記憶に残るステージだったわうんそうだね確かに未来も感じさせるっていうかねなんかその前,前に進んでいく感じとか、うん、そ,そのいろんな思いがなんか混ざったよねそう,そうそうそういやでもなんかめっちゃ空間良かったねあの曲やってる時の、うん、そのもう 周りのさ、ベスティさんたちも、なんか、もうほんとただただ楽しく歌うみたいなさ、楽しく踊って歌ってみたいな。うん、ま、その、スペース的にはもちろん全然サイドキャンディーなんてできるわけもないやつだったじゃん。<laughs> いや、わ<直>かる。だからうちらほんと待機の時からさ、これサイドキャンディーできないねとかって言っとったよね。なんかそれもうよく動けんから。うん、そう。<laughs> <laughs> そう <laughs> いやそうだからでもさ、うん、できんかったけどな例えば「手パンパンパン」とかさあれもできたしやっぱ「あーあ,ーあーのとことかあそこも全員で歌う感じだったじゃん、うん、あの感じもう全員で本当はなんかコールないから b ーファ r ってやっぱうん、うん、なんかあそ,こあそこ歌うっていうのがなんか一気にさみんなで。 仲間になったか t って s a l e t l a l a i とかもさそう、うん、もうめっちゃなんかねみん,なわみんなすごい一体感あったよねほんとにしかもさあれって別にさどこ歌うってさその決まってるわけじゃなかったじゃん、うん、私は予備知識としてなかったんだ別にうん、うん、なかったなかったそうでもなんかみんなあうんの呼吸で歌っとったよね、うん、あのフレーズそうそうその感じほんとなんかねそう「ブリスフェルほんと新曲じゃん」 それなのにすごいみんなもなんかもうすごい知ってるからさ、うん、ね本当に新曲って思うぐらいなんかわかる,かる、うん、えなんか私さそのブリスフルの曲の時に結構記憶で話すけどなんかソータがこれこれここみたたたいな顔をした感じがあったんでこの観客の一体感というか<ー>なんかこういうの求めてたんだよみたいななんかそういうなんかこの「ブリスフル」っていう曲 を出す意味をこう改めてさ確認してたかみしめてたというかこういうのをやるためにブリスクル出したんだみたいな感じの顔してた気がしてすごいグッときた。やばいねそれえでもそれ絶対そうだったんじゃない。そうだよね <laughs> そう思いたい、うん、そう。うんまあでも確かに何かそういう確かにメンバーにもうそういうことが伝わるような確かにあの一体感だったわ、うん、本当観客もね。 うん、分かったね、あの曲。あの曲、最高だね。<laughs> 本当に。最高。いや、そうなん。え、すごくないえ、いや、すごいわ、この曲をメンバー発信で、その、始めたっていうのが。わかる、わかる。てかさ、 たまにさ、最後の方、結構、ごめん、ブリスフルじゃないと思うけど、後半の方でさ、客席、全体の客、客席じゃない、席ないもんね。全体のさ、客側の方のカメラあったじゃん。映ったじゃん。バッって、うん。うんうんうん。めっちゃ人ったよね。<laughs> マジで。やばいぐらい売った、その、超満員だよね、その、あんま<う>後ろ側の感じ見えんけど、その、 終わった後にポストされてた後ろのそのなんか有線エリアみたいなとこから撮られてた一番後ろから撮られてた感じとかの写真とかも見たんだけどほんと後ろの後ろまで激化だったわ、うん。うわーでもさ多分あれをさ包み込んどったよねブリスフルは。うん正<直>。包み込んどったわ。うん、うん。あれはなんか初見だったとしてもすごいなんか、うんうん、なんか乗ったりとか歌ったりとかできるなんかね曲だもんね。うん。ああてかさそう初めて。 見た人とかさなんかうちらの周りには多分ほとんどベスティさんな感じしたんだけどうん、うん、まあそうね結構その前の方だったから結構そのビアッソを見るぞみたいな方が多分ほとんどだったよね、うん、きっとねそうそうまあベスティさんじゃなくても多分曲は知ってるっていう方が多そうな感じだったんだけどそう 初めてさフェスだから見てみようみたいな方とかはさなんかどう思ったんかねなんかすごいそういうのいろいろ聞いてみたいと思って絶対よかったよねったたねて確認したいいやでもね <laughs> ポストで結構見たそのねやっぱ気になったんよてか気になったっていうか普通に流れてきたんだけど、うん、例えば j o ンのファンのジャムとか INI、うん、のファンのミニとか、うん、あと他のロック界隈の方たちとか、うん、めちゃくちゃ感動したっていうポストめっちゃあったよ。<laughs> だよねだよねってなったマジでなんか嬉しくてそれ見てなん,か、うん、なんかやっぱそのね結構ボーイズグループとして最初に盛り上げていく仲間たちじゃん、うん、やっぱ J1 会えないとかそうだけどやっぱその美容室 i やっぱ違うみたいなすごいみたいな,、うん、なんかそういうのも言ってくれてるポストとかもいっぱいあって。わわかかるかる、うん いやもちろんどのアーティストも素晴らしいけどやっぱ BE:FIRST のライブはすごいじゃん、うん、やっぱ。うんすごい。うんうん、そうなんかあれはやっぱ見てこそ感じてもらいたいものってはあるよね、うん、なんか。うん、そういえばさなんかさ思い出したけど例えばマナトがなんがかまあ確かその発表された時にも言ってたような気がしたんだけど「サマソニーの鳥」やるっていうのでなんか、うん、このボーイズグループでこの鳥を立たせ,立たせてもらうこと うんうんうん、うん、あ,あれも感動したしそれ系で言ったらしゅんともうやっぱさ「トリオを務めさせていただきます」みたいな <laughs> なんか言ってたじゃん <laughs> 言,と言って言と言ってあれとかもうめちゃくちゃしびれたよねいやあれもめっちゃよかった本当で、ね、もうねふさわしいふさわしいって思った本当になんかあのステージ見ていやでもふさわしいしたらもう次マウンテンじゃないと思うもうあのスタジアム行っちゃう そうなんだから私さめっちゃ最高だしうわ次も絶対来年も行こうって思ったと同時に野外っってなたよねだいぶ野外ってなっっててるねださ、まあ、大阪の方たちはね野外だったからちょっと申し訳ないけどそ<う>その東京さその、ね、メッセージの中だったから、うん、そうでもなかなかあんなつらかった <laughs> <laughs> そ,そうなん <laughs> そうやかいってなんかさ。や,いやがいやかい <laughs> なんかね、そう今すごいね、まあ、また来年の自分と相談だけど、<laughs> いくつもりでおるから、そう。もしそうなったら、いや、ちょっとなんかすごいだろうなと思ったじゃん。でも、まあでも、マリンのアーティストになる気がする、次は。いや、そうだね、あの超マインだってもう、あれもう、 入ないなあれ以上だってもう入,ない、ね、もう入らんうんだし、うん、もう取りつとめたら次はもうそうなるよね、うん、やっぱねうん、うん、確かにそうだねいやそれぐらいすごかったねいやマジで、ね、確かあの観客ねそう映った時てもうあっかうちはもびっくりしたもんね、うん、なんかうちはってほんとねそうええー、こんなショにいたのみたいなそうそうそううちら近場のさベスティさんとさなんとなく一 乗り切ろうみたいな雰囲気でおるだけだったからさ、なんか周りしか、半径1メートルも見えてないねんかえ50センチぐらいでさ、生,あの生きとったねんか。わ <laughs> <時>かるわかる。あん中で必死だったもんね。<laughs> こなまり隣の方にハイチちーあげとったよね。<laughs> なんでバラすん <laughs> い,やいやいや、<laughs> なん<か>あれ好きだったん <laughs>。いやなんかあの後、あの味ちょっと特殊だったから、申し訳なかったなと思って。嘘美味しかったヨーグルトだったねんか。いや、でもやっぱ人の好みだから、もっと入る必要だったなと思って、<laughs> ちょっと反省したあの後。<laughs> 一人で いろんな種類あげればよかったみたいな例えばマジで,あでもそうなんかあの確かにみんなでさその、ね、声かけ合ってなんかその、ね、頑張りましょうねみたいなその乗り切りましょうねみたいな感じの一体感はあったよねなんかで、ね、近場の。 うん、そう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  <laughs> だけどそそのう遠くは見えてなかったからねやっぱそう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 生活したからそう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 いやすごかったねいやあれ圧巻ステージから見たら圧巻じゃないかなあの景色はねえ<ー>うんなんかあとさなんか結構皆様綺麗な方が多かったじゃん周りねえ、うん、でなんかやっぱ呪能師の方とか結構多いなと思って <laughs> なんか「ジュノン」みたいなその黄色い声<う>だから「ジュノン」って声だか多かった気がするわ そう。てか、大人の方もジュノンで、て、うん、か、ジュノンの時にめっちゃギャーって撮ったから、<ー> <laughs> ジュノンペンなんだと思って、<ー>ジュノン推しの方なんだと思って。あ<ー>、うん、あ、なるほど、なるほど。そのジュノンでめっちゃ湧いてる感じとかもなんかそう、なんか良くて、うん。しかもほんとかっこいいわけ。<laughs> ジュノンが。<laughs> 歌えば、なんかさ髪、髪の毛の前髪の感じと目線と、みたいなさ、感じですごい美しくて。うん、<laughs> わかる。 そもうその美術としても完成されてる上にしかも歌めちゃくちゃうまいそう当たり前のこと言っても言いますよ今「1ノの1日目感想」みたいな <laughs> 歌めっちゃうまかった <laughs> う、ね、っあとさ漁き、まあ、やっぱうきは本当にもうスターうきだったからもうね最初からぶちかましてくれとったんだけど「キャンエフェリー」あるじゃん「うん、シャイニングワン」の「うん、キたきたみたいなやっぱさそのね「たたたと思ってあのさキャンエフェリー」って言うじゃん でもさその時はその肉眼ではステージ見れる距離だったけど両機のアップみたいからスクリーン見たんねそしたらカメラさん追いついてなくてアップじゃなかったんねふ <laughs> くーってなったん <laughs> いや違うよアップだったけどシュンとか前に寄ったんぜ <laughs> あそっかなんかそうなんかちょっと何かザザザザってなったんよねなんかそのなんかちょっとなんかいる渋滞起きとったよねあそこで。 そう。なんかね、シュントの服、緑の服すごいね。<laughs> 近くにあって、<laughs> <だ>シュントおるってなったん。そう。そっかそっか、それだったんだ。じゃあカメラさん的には抜いとったんだ。そう、抜いとるはず、あれは。そう。ああ、そっかそっか、そうだよな。そこ抜かんわけないよね。そう、抜かんわけないし。そ<う> <laughs> でも、ソのハンプニングも面白かったよね。<laughs> ねああそうそう。だから、えぇ、ー、マジかよってなったん。<ー> <laughs> そうな感じで、れと思うとった、俺。わかる。思った。<laughs> あとさ、あのさ、このサマソニの前日ってさ、マラトのさ、うん、あの NHK の番組見てたじゃん。おかえり音楽室。で、その感想もとって、その、一回マラトの、こう、ちゃんとさ、自分の中でさ、アウトプットとインプットが終えとるから、すごい定着した状態で、脳に。うん、脳に、あのマラトが定着した状態でっとるから、なんかマラト出てきた瞬間さ、おかえりってなるよね。なんか、いや、わかる。なんか、そう。そう <laughs> 友達みたいな気持ちになったよねちょっとね「マルトみたいな <laughs> そう確かに「おかえり音楽室第2部」みたいなその「おかえり」みたいなのになったよね <laughs> なんか錯覚し始めたよね「<laughs> マル<ト>だ <laughs> みたいなさ<ー>そうそうやばいわかるなんかちょっと思いすごい溢れたじゃんわかる、うん、登場の時マジテンション上がったからね本当 めっちゃかっこよかった。しかも、マルトさ、センターパートでさ、前髪がね、さらっとしとって。なんか、ちょっとやっぱり、ちょっと長めだから、うん、歌っとるときにね、ちょっとね、かき上げたりする。なんか、しかも何回かかき上げとったね。<laughs> 前髪さんを撮った。もそれがたまらなくかっこよくて、<laughs> セクシー。歌いながら。わかる。マルトってさ、歌声がもうすごいからさ、セクシーなさ。うん なんか、しかも軸がある強さもあるみたいな、なんか、もうたまらんやつの上にそのセクシー前髪の掛け上げやろもうありがとうございますやねか、そ,<う>そんな。そう。それは肉眼で見れるありがたさ。もう、<laughs> 最高。わかる。わかる。よかった。ええー、幸せだったね。もう一回、でもさ、なんかさ、サマソイって難しいのがさ、もう一回行きたいもう一回見たいと思うけど、あれもう一回できますかって言われたら、無理ですなるよね。いや、そうな。ん <laughs> 本当に。 あれはね、ちょっと本当にあの過酷だったからね、その始まる前までが。<laughs> いやー、<laughs> うん、でもやっぱビファーストすごかったよ、本当に。いやでもね、あれね、耐えただけのめちゃくちゃいいライブっ、うん、てで、分かる、分かる。17曲だよ、そんなことある、<laughs> <で> <laughs> 単独じゃないんだよ。 しかも私17曲も歌っとると思わんかったわもうそれぐらいあっという間に感じたっていうか、うん、ほんとノンストップって感じだったよね <laughs> も MC ももちろんあったし、うん、ちょっとねバンド紹介とかもあったけど、うん、ねなんか本当に立て続けに畳みかけてきたもんねバーってねいやそうだからなんかもう終わるのみたいな気持ちになったし17曲も、まあ、それは瀬戸り見たらさ なんかねそのいろんな方書いてくださってる方のやつとか見たらあ本当にやってたらってなるんだけどあ全部一応記憶はあるから一応でもそうそうそ,うそんな見たみたいな体感としてはめっちゃね、うん、そうそうあかそうかにわか,かるその気持ちも確かにあの共存してるわ、そのうん、あっという間っていうかね、本当すごかったもんなんか一瞬な感じもしたよね。以上ね今回はビーファそうそ サマーソニック2024に出演したので、まあ、我々も行ってきたので、ね、そちらのレポもね話してたんだけどいやもちろんね我々がここで終わるわけがなく細かいね感想もね次で行っていきたいよねあとはあの記憶さんが消えんことだけがねい<や> <laughs> あのそ<う>ね心配いやそうでそうなん結局その17曲もあったからさその何て言うんだろう どどんどん抜けてくわけよ <laughs> 抜け <laughs> あれも言いたいこれも言いたいってその見とる時は思ってたんだけど<う>やっぱ次が次といいステージが繰り広げられるから忘れてくんねいやそうもうあれも素晴らしいって感じだよね <laughs> これも素晴らしい <laughs> <に>みたいな <laughs> いやほんとそうそんな気持ちになったまあだからさピーファーストのサマソニ最高だったねすごかった <laughs>